はい、Welcome to the Ramen World! Thank you, thank you! 今日も撮影は夜9時を過ぎています。僕の娘の一番下の娘セラは寝てしまいました。今日の料理はセラのために作ろうと思ったキュウリの料理です。でも食べさせたいセラが寝てしまいました。でもまあ仕方ない。うちの娘と息子がキュウリを食べるコメントを後で出します。でも今日のメインはキュウリで、セラのために作ろうと思いました。でもまあ仕方ない。簡単に作れるキュウリ料理、ご飯と一緒に、この何も材料がない時にキュウリ1本あれば作れます。簡単な料理です。混ぜるだけで本当に美味しいキュウリ料理が簡単にできます。まあ3分5分そのくらいでキュウリ料理ができます。キュウリ料理っつったら初めてのキュウリ料理です。僕の100回ぐらい作ってる中でキュウリ料理初めてです。今思い出しました。じゃあ頑張って作りますんでよろしくお願いします。これを皮を剥いていきます。ざっと4箇所ぐらいですね。ざっと4箇所、1、2、3、4。きゅうりは端っこの方を切ります。この方を切ります。きゅうりの切り方は別にこだわりません。乱切りでもいいです。乱切りでもまっすぐ切ってってもいいです。どっちでもいいです。今日は乱切りにしましょうか。もうこだわりは全くありません。食べやすいように好きなように自由にカットしてください。はい、はい、ハムです。美味しそうな色ですね。食べたくなる。はい、これももう適当に食べやすい大きさに切る。これだけです。食べやすい大きさに切ってバラバラにする。まずきゅうりを入れます。簡単な料理ですから、もう簡単簡単でも美味しいですよ。ハムを入れます。中華ガラの粉を入れます。中華ガラの粉です。塩コショウです。砂糖です。そしてニンニクです。これは入れた方がいい。2センチぐらいですね。マヨネーズ、これはたっぷりがいいですね。最後にごま油、これをかけます。混ぜます。ただただ混ぜる。ニンニクがよく混ざるように、ニンニクをよく混ぜてないとニンニクだけ食べることになりますから、気をつけて。美味しいですよ。今日は初めてのきゅうりです。ちょっと愛ちゃんに味見をさせます。愛ちゃんに味見させます。うん、うまい。うまい。うまい、おいしいよ。よし、じゃあ OK。 じゃあこれをのせます。はい、じゃあパルメザンチーズを上からかけます。たっぷりパルメザン。できました。魔法のキュウリです。おー、まあ今日はもったいないですね。セラが今日
そうそう、一緒に取るはずだったんですけど、キュウリ大好きだもんね。そう、そしたらキュウリ本当に大好きなんですよ。キュウリ、ハム、パルメザン全部大好きなのが、いっぺんに。でも味見したじゃん。味見した、うん、めっちゃ美味しい。じゃあそれを食べよう。まずはハムと一緒に食べる。ハムと一緒に、ちょっとどうやって食べよう、うん、あ、じゃあ上に乗せてから。いただきます。うん、うん、うまい。うん、ご飯か。うん、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 なんかうまっ。魔法や魔法。混ぜるだけでこんなにコクが出るなんて。混ぜるだけですごく美味しい。うん、あ、混ぜることが魔法やと思う。うん、ごまがちゃんと効いてる。うん、うん、ごま油かな。カルベザンも合います、すごく。うん、これあのおつまみとか、うん、あのおかずとかにとても合うと思います、うん、このシャキシャキ感がたまんないね、本当に美味しいよ、うん、作る時にもうちょっと冷やしちゃったらいいと思うね。うん、うん、うん、この調味料を、うん、あの覚えれば、冷たい野菜とか、あ、冷たくした焼いたソーセージとか、これにつけ、こうやってキュウリみたいに混ぜて食べたら本当に美味しいと思います。うん、だからね、特に冷たい野菜とか、例えば人参とか、うん、今の季節はすごい暑いから、こういう食べ物を食べたら絶対に美味しいと思います。多分野菜の嫌いな人たちもこれどんどん食べれると思います、うん、この味がね、たまんないんですよ。たまんない。調味料を覚えれば、好き嫌いな野菜をどんどん食べれると思います。ああ、そう、絶対だよ。トマトとか絶対。ん？トマト。トマトとかね。んとかさ、ゆで卵とか入れたら美味しそうじゃない？うん。全然箸が止まりません。うん。めっちゃ美味しい。さらに食べさせたかったな。うん。めっちゃ美味しいのに。残念。簡単に作れるじゃん。うん、簡単。簡単だからね、誰でも作れるよ。全然時間もかかんないし、もうたった5分でパパッと作れるくらいですね、うん、すごい便利だと思います。家にな、何もない時にきゅうりとこの少しの調味料を混ぜただけで、こんな美味しいきゅうりのおかずができるので、ぜひ作ってみてください。はい、次回作る動画はカリカリ豚チーズキムチラーメンです。おお、すごいね。前もカリカリ豚チーズあったもんね、うん、カリカリ豚チーズでキムチが入るらしいので、すっごい楽しみです。辛いの好きだから、これは楽しみ。多分辛い食べ物好きな人たちも多分興奮してると思うよキムチっていう言葉を聞いて本当に、うん、多分美味しいと思う。じゃあ楽しみに待ってましょう。うん、So thank you guys for watching this video. ぜひ登録ボタンと LIKE ボタンとベルのボタンを押してコメントにいろいろ書いてくれると嬉しいです。はい、美味しかった。いや、これうまかったよ。箸がどんどん進むくらい美味しいから、そうそう、本当にびっくりしました。混ぜるだけでこんなに美味しくなるっていうのはすごいよね、うん、もう本当に簡単だから普通に美味しいのかなと思ったけども、普通じゃないです、美味しいです、うん、本当にむちゃくちゃ美味しい。うん、これは絶対に食べた方がいい。箸が進むから、いろんな野菜を加えたり、いろんなお肉を入れたりして、こう自分の自分でアレンジして美味しくさせたらいいと思います。食べます。じゃあ次の動画でまたねー。